長国寺は、長野県長野市松城町松城にある、総東州の寺院。三号は、真田山。本尊は、阿弥陀如来。松城藩真田家の菩提寺。創建当時は、宗門、禅道、海山道、高古寮、修寮、栗など東西におよそ130メートル、南北に260メートルという広大な敷地に、異様を誇っていた。 この寺は、天文16年、真田幸隆が回帰となり源んため幸運を解散として、品濃国小さ型軍真田に建立した長谷寺に、始まる。江戸時代に入り真田信之が、元那8年品濃国羽品軍松城に移されると、当時の長谷寺の住職を解散として、松城に建立されたのがこの寺である。真田家からは、国印地として200国が与えられていた。 関英五年には、島の国における、総当州の総録書となり、前奏の修行道場でもあった。慶安二年、1649年には、江戸幕府からも、主因地百国が安堵された。当初は七道伽欄が立ち並んでいたが、教法二年の大化で全焼。漢方二年の大洪水で本堂が大破するなどしたが、文化七年復元された。しかし、 明治5年本堂から出荷し、時報、教官、文書などほとんどを焼いてしまった。現在の本堂は明治19年に再建された。栗は当時廃校になっていた旧松代藩の文部学校の創実書を移築したものであったが、文部学校の完全復元のため旧地に再移築し、平成9年新しい栗が建設された。このように何回か災害にあったが、玉屋は 離れた場所にあったため、江戸時代に建てられた5棟の玉屋全部が、幕末まで残り、内真田信行、真田弘道、真田信弘の玉屋3棟は、長国寺に現存する。真田信行玉屋は、万事3年の建立とされ、入り模屋作りで正面に、千鳥派フと、のきハ派閥付きの後輩を設けている。建物内外を国際式と装飾彫刻で飾っており、 表門とともに国の重要文化財に指定されている。真田信弘玉屋は原文元年の建流とされ、片、三馬、工業造り、後輩付けの簡素な建築で表門とともに長野県だからに指定されている。本堂裏にある解散堂は元は真田高堂玉屋として建てられたが、明治19年の本堂再建の際に移築された。片、三馬、 工業作りで、周り園と前面の後輩は撤去されている。表門は、西寺を天宮寺に移された。このほか二代藩主、信正の玉屋と表門は、昭和27年、清野の林忠寺,寺に移築され、同時の本堂及び都門として現存する。なお、高堂の母小樹院の玉屋は、小安町の紅葉寺の、 本堂として移築後、明治二十四年消失した。眞田信幸玉屋の裏手が、眞田家墓所となっており、入部以来の歴代当主とその家族の墓屋眞田、雪高、信綱、正幸三代の供養塔、大正時代に混流された、眞田信重、大輔不死の供養塔が立ち並んでいる。松城藩の家臣などの墓も多く、辞席家老小山竹類代の墓や家老買ってかかり、 ミ民親の墓、幕末の過労ー・サ島の墓、中級武士、長谷川秋道の墓、囲碁の名人、関山仙太夫の墓、早打ち重厚案の片井京介の墓、江ノ木岳の栽培に成功した長谷川五作の墓がある。ありがとうございます。